はい、皆さんこんにちは、月です。楽しいです。今日もご視聴くださいました本当にありがとうございます。はい、はい、今日は溝掃除。暑いね今日。もう暑い。もう薄着じゃないと。もう薄着よ私は。やばいね、本当ね。中のヒートテック1枚だけよ。ヒートテックっておかしいやろ。なんでヒートってあったかいやつでしょ、うん、でも私はこれ1年中よね。私1年中ですよ。ただそれが肌触りがいいだけでしょ。そう、あのねクールなやつはね、うん、なんか苦手やって、ね、そう、私もこれ今ちょうどほら、うんうん、クールなやつ持ってきたけど、これはあれよね、あの空調服、うんうん、着るときはすっげー涼しくなるんだけど、うんうんうん、普段着てても全然クールじゃないよね。やっぱ好きじゃないの。こう 面の方が気持ちいいよね。私は面の方が好きやから。だからずっと夏でもね、もう一年中ヒートテック着てるね。だからもう今2年ぐらい着てる。着てると思う。だからそろそろ今年買えないかね。もうさすがにね、ヒートの機能を果たしてないと思うよ。ただの気持ちのいい面の下着っていう感じだったよね。今年初のなんだっけこれ。麦わらを出しました。もう顔が焼けてね、最近作業した後顔が真っ赤になってるから、もう焼けてきてるわ。じゃあ日焼け止め塗ってね、今日もちょっと作業をしていきればいいじゃない。それとも笑っちゃったか怒っちゃったかもわからんからね。動画的にね、はい、今日からまたちょっとこの麦わら帽子で頑張っていきたいと思います。ということで今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。じゃあ頑張っていきましょう。はい、前回まで、私がですね2枚分ぐらい進みましたよ。どうじゃ、頑張ってやろ。どう、何か言ってよ。いい感じよ。いい感じでしょ。ただですね、もう本当にもうこの切り株ね、これはもう私には無理やったわ。これビクともせんと、もう半分以上出てんのにさ、この道路際にさ全然動かんと。これでこの辺をまた楽しみさんにやってもらって、放置してさ、うん、そのこれそうじゃない。あ、そうね。じゃあこのままでいい。これを取るのがちょっと難しいよね。あ、なんかほら、こんまや、こっちをこう切り寄ったわ、ここをザクって。うんうん、取れるかな、それで。するかなと思って。まあまあいいわ。いや、とりあえずですね、またこの上の方を取らないと、スコップですくっても、どげんしてこぼれるんですよね。だからちょっとこう、上を取って、で、こちら側にまた乗せていくという作業、頑張っていきましょう。はい、いいよ。これ厳しいね。厳しい？うん。いいか、じゃあそのままで。そのままあっちに投げてん。そうそうそう。足りないよ。こうやって定期的に褒めないかんから大変やわ。
コメできたけど。なんだかついて。俺すぎやろう、トークをよくするじゃん。まあね。褒められるの大好きじゃん。俺は人間だもん。大人になっても褒められて嬉しいよね。はい、どうぞ。まずい。さすが。ウェイ。なんでここら辺の猫は全部輪っかを描いてんだろうね。だこっち行けんから戻ってきたじゃん。戻るじゃんか。本能や。こっち殴ってたやろ。すげえな。じゃじゃーん。正月飾り第2弾や。1枚分ぐらい、1枚2枚だね。2枚ぐらい。はい、すいましたよ。これはちょっと影になってるとこですね。黒くなってるところからなので1枚と、まあ、2枚分ぐらいギリいったかなーっていう感じです。こんな感じ。土がですね、ここからは多くなってます。わかりますかね。高さが10センチぐらい積もってるかな、この左手側の方は。ね、トムシンさんがやっぱこの角を、根っこを切ってくれたので、少し綺麗に出てきましたね。こんな感じです。見えるかな？こんな感じで。切ってくれました。ここどうなってんだろうね、これね。これ。ここから先やばいね。本当だね。これだって、ここが、
ラインだよね。そうそうそう、これどういう風に出たんだろう、このラインだよね、うん、本当もこのラインギリギリなんじゃないの、ね、すごいね、もう全然びくともしないです、これ動かない、すごい根の張りがだね、こことかも見てそれですごいよね、タコみたいに足が出てきてるもん、絶対だほら、そう全然動かんやろ、こんなに根っこがさ出てんのにさ、ここまで、うん、なのにびくともしないんだよ、これがどんだけしたら枯れるかやね、そうだよね、はい、仕事で進みは遅いですけど頑張ってます、はい、はい、暑い、仕事で終わりましたけど暑いね、相当暑い、夏場きついね、いやもう午前中朝一やね、うん、朝一本当も子供たちを送ってってそのまますぐ作業して、で昼間編集や、ね、昼間編集や、外には出れない、でもやほら竹やぶの中でさ、まだ風が通って影でであったけど、ね、こんだけ直射日光ギラギラだもんねもうちょっとさすがに夏場はあの山の中の作業が多い、そうそう昼間ね、まあ、でも蛇がおらんかい、ね、あ、そうやってそこの心配やけどあっちもこっちも心配や、うん、まあちょっとですね、やっぱ熱中症対策もしっかりして水分補給としながらですね、休息も取りつつ、はい、作業していきたいと思います。皆さんもですね、多分急激に暑くなってくると思いますので、あの体調だけは崩さないように作業なさってください、はい、ということで今日はこれで終わりにしましょう、もしよろしければ高評価、温かいコメントいただけますと励みになります、ではまた明日の動画でお会いしましょう、バイバイ。はい、ご神木のとこにやってきております。ちょっとですね、急遽お伝えするべきかどうかわからないんですけど、ここ防空壕の跡ですね、タヌキが穴の中に入ってたのでこう閉めてたんですけど、今年の冬場はなんとか良かったんだよね、なんもなかった、なんもなくですね、入ることもなくだったんですけど、今朝見たらですね、見てください、見たね、何かな、うわー、の上からですね、穴掘ってます。でこの今真ん中に倒れてるのは多分私たちが詰め込んだ木の枝ですね、それが倒れ込んでますけど、ここから入ったんだと思います、もう砂がいっぱいかかってます。そしてですね、この 2,3 日前ですね、ちょっとショッキングな映像になりますよ、まあないですけど、別になんともないんですけど、わかりますかね、この辺鳩かな、鳥の羽がですね、ここにブワーってブワーってあったよね、これも 2,3 日経ってるから風で飛んでしまってるんですけど、あの結婚とかはなかったね、でもなかったんですけど、羽がすごかったです、この一体ここに塊でブワーってありました、なんか戦った跡だったのか、持って帰ってきたのかね、獲物を取ってきたのか、まあ、弱肉強食ですからしょうがないけどね、っていう感じで、タヌキもいなくなったかなと思ったんですけど、やっぱり近くにいたんでしょうね、また塞いとかないとですね、よし、いやちょうどだねブロックで塞ぎました、まあ、また掘られたらしょうがねえけど、またもうちょっと次はなんか作らないかね、もうちょっとね、全体を埋めるような形にしないとどうもならんね、っていう感じでタヌキの現状でした。